はい、こんにちは、116インズです。ハッピーボビーボニーヤデーということで、なんのこっちゃという感じかもしれないんですけれども、ボビーボニーヤというのは80年代から90年代にかけて活躍した外野手のことなんですけれども、そのボニーヤがですね、毎年7月1日にメッツから119万ドルを受け取っているんですね。で、この支払いっていうのは2011年から2035年までの25年間、毎年7月1日にこの額を受け取るということで、25年間で合わせますと約3000万ドルにも及ぶんですね。現在57歳でメジャーに最後に出場したのは2001年のボニーヤに対して未だに年俸を支払い続けているメッツということで、一部のメジャーリーグファンは毎年7月1日が来ると、まあ、冗談半分ではあるんですけれども、このボニーヤデーを祝っているんですね。私自身、ボニーヤが全盛期を迎えていた80年代から90年代にかけてっていうのは、まあ、自分自身生まれていないということもあって、ボニーヤのプレーを生で見たことはないんですけれども、ただ2011年から毎年メジャーリーグのファンたちが、まあ、このボニーヤデーを祝っているのを見てきて、だんだんとこう自分の中にも浸透してきてですね、最近ではボニーヤデーの到来で、あ、今年も夏が来たなぁと感じるようにもなってきましたね。で、ボニーヤのキャリアについてなんですけれども、まあ、もちろん先ほど私が生まれる前に全盛期を迎えていたのでプレーは見てないというお話をしたと思うんですけれども、まあ、調べた限りでのお話になってしまうんですが、ドラフト外ながらオールスターに通算6度選出された外野手でして、特にピッツバーグパイレーツ時代が最も彼のキャリアの中でも全盛期だったようですね。1987年に本格的に頭角を現し始めまして、88年から91年の4年連続でオールスターにも選出されてますし、またパイレーツ時代はバリー・ボンズ、そしてアンディ・バーンスライクとともに強力な外野陣を形成してパイレーツを支えていたようですね。で、91年のオフにフリーエージェントとなったボニーヤはニューヨークメッツと5年総額2900万ドル。まあ、これは当時史上最高額の契約ではあるんですけれども、この契約でメッツに加入しました。まあ、今でこそ5年2900万ドルの契約っていうと、まあ、そこまで高くない契約に感じてしまうんですけれども、当時としては群を抜いて高い契約だったようですね。で、メッツに加入した後のボニーヤは93年にオールスターにも選ばれるなど、まあ、まずまずの成績は残していたんですけれども、ただ当時史上最高額の契約の選手としては少々物足りない成績でプレーしていたんですね。ベースボールレファレンスのウィンズアボブリプレイスメントでも、まあ、毎年2勝分から3勝分ぐらいの価値は生み出してはいたんですけれども、ただパイレーツ時代、特に4年連続オールスターに選ばれていた時期は最低でも 4.0 はありましたので、この時代と比べてしまうと、やはりどうしても物足りなく感じてしまう成績ではありますね。そういうこともあってか、95年のシーズン中にオリオールズでボニーヤはトレードされるんですけれども、ただオリオールズでボニーヤは復活して、このおかげで96年のオフに当時のフロリダマーリンズと4年総額2300万ドルの契約を勝ち取ることができたんですね。ただマーリンズとは長期契約を結んだものの、結局マーリンズがファイヤーセールに出まして、この後ドジャースを経由して99年に再びメッツに帰ってくるんですね。ただメッツに戻ってきた頃のボニーヤはもはやメジャーでやっていくだけの力が残っていなくてですね、シーズン中にリリースとなってしまいました。この時メッツはボニーヤに対して590万ドルの支払い義務があったんですけれども、メッツは 8% の利子を含めてこの590万ドルを25年間にわたって支払うこととしました。これは当時のメッツのオーナーがポンジスキームと呼ばれる詐欺の一種に関与していまして、ボニーヤに対して支払う利子よりも多く儲ける見込みがあったため、このような支払い方法をどうも選択したようですね。ただそんな目論みは詐欺事件が明るみになったことで見事に崩れまして、メッツに残ったのはボニーヤとの25年間にも及ぶ支払いだけとなってしまいました。25年にも及ぶ年俸の後払い、そして590万ドルを3000万ドル近い金額にして返すという契約、そしてメッツの典型的な大型契約の失敗ということが重なって、ボニーヤの契約は結構ネタにされることが多いんですけれども、ただ現役選手でも結構年俸が後払いとなっている選手は結構いるんですね。特にナショナルズの FA 選手にそういった契約の選手が多い印象が個人的にはありまして、まあ、ナショナルズがそういった契約を好んでいるということもあって、ナショナルズの GM でもあるマイク・リゾーとクレジットカードなどのリボ払いをもじって、よくツイッターの MLB ファンなどはリゾ払いなんて呼んでたりもするんですけれども、例えばナショナルズのチームの中であればマックス・シャーザーが現在2021年まで契約が残っているんですけれども、契約が終わった後2022年から2028年までの間、毎年1050万ドルを受け取る契約になっていますし、またコンオフ大型契約でナショナルズ残留を決めたスティーブン・ストラスバーグも2027年から2029年までの3年間の間、
毎年2660万ドルを受け取る契約になっていますので、やはり現役選手の中でも年俸を後払いにする選手っていうのはそれなりに存在するんですね。なのでもしかしたらボビー・ボニー・ヤデーのようにシャーザーやストラスバーグが引退した後にマックス・シャーザーデーですとかスティーブン・ストラスバーグデーですとか、もしかしたら彼らが後払いを受ける日に呼ばれるかもしれないんですけれども、ただこの二人に関してはナショナルズのワールドチャンピオンを支えた主力選手ですし、どちらかというとポジティブに捉えてくれるかもしれませんね。でここまで見てくださった方の中には、なんでそもそも年俸を後払いにするのかという疑問をお持ちの方もいるかもしれないんですけれども、まあ、その意図をいくつか説明しますと、まずペイロールの柔軟性を確保するために年俸を後払いにすることがありますね。ペイロールとは選手の総年俸のことを指すんですけれども、メジャーリーグの球団といえどやはり選手に使えるお金っていうのはある程度制限がありますので、一人の選手に際限なくお金をつぎ込むわけにもいかないわけですよね。なのでそういったスター選手の年俸を後払いにすることで補強ポイントなどにお金が使えるように予算に余裕を持たせることができるんですね。もちろん負債を先送りにしているというだけでもありますので、失敗すれば長期間にわたってチームに悪影響を及ぼしかねない判断にはなってしまうんですけれども、ただ今すぐワールドチャンピオンになりたいチームにとってはそういった選択肢もあるわけですね。またお金というものは額面の価値以外にも時間的な価値というものもあるわけですよね。基本的に今日の1ドルの方が明日の1ドルよりも価値があるわけですから、年俸の支払いを先送りにすることで、もちろん利子をいくらに設定するかなどの問題はあるんですけれども、選手の契約を実際の額面よりも価値を抑えることも球団としては可能なわけですよね。こういったことが年俸を後払いにする利点なのかなと思いますね。で本題のボニーヤに戻るんですけれども、それにしてもボニーヤ羨ましいですよね。2035年までの支払いなので、彼が72歳になるまで毎年1億円以上もの大金を手にすることができるんですよね。もちろん彼の現役生活を考えたら、まあ、十分もらう価値のある選手だと思うんですけれども、ただ未だに野球選手時代の年俸をもらえてるっていうのは、まあ、純粋に羨ましい限りですよね。で、今年はさらに短縮シーズンということで、選手の年俸はまあ日割りになっているわけですけれども、下手したらこのボニーヤの119万ドルっていうのは、現役選手よりももらっている可能性があるんですよね。今年は現役選手はだいたい年俸の 37% ぐらいを受け取ることができるんですけれども、ボニーヤが今年受け取った119万ドルと同じ額を稼ぐためには年俸300万ドル以上は必要となりますので、まあ、これはツインズの前田健太投手のベースサラリーとほとんど同額ということで、そう考えるとやっぱりボニーヤ結構もらえてるなという印象ですね。いや、ほんと羨ましいですよね。もちろん私はボニーヤのように何か成し遂げたわけではないので、1億円以上もらいながら生活することはまあ到底無理なわけなんですけれども、いやー、1億円以上もらいながら毎年生活したいですね。まあそんなしょうもない考えは置いといて、来年以降もですね、2035年までこのボビーボニーヤデーは毎年7月1日に開催されますので、ぜひ来年の7月1日以降、他の MLB ファンたちと一緒にですね、このボニーヤデーを祝えるようにしましょう。ということで今回の動画は以上となります。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。